白坂慎太郎です。今回は経済成長というテーマでやっていきたいと思います。はい、経済とは人間生活の基礎である財やサービスの生産分配消費の過程と、で経済の前提は全ての資源は希少なものである、資源は希少だから無駄なく効率よく分配される必要がある、現在では市場に任せて結果論として効率的に分配されたとする市場経済が中心になっていますということですね。で経済成長っていうのは、まあ、経済では GDP 国内総生産の拡大を、経済成長と、まあ、なので、まあ年々どれぐらいこう GDP の数字が上がってきてるか、まあ、上がってきてれば経済成長しているというふうに、まあ解釈しているということですね。はい、で、まあ、日本の実質 GDP ですね、の推移ということで、まあ、上の方は、グラフになっています。1980年からですね、2019年まで、ということで、まあ、約40年、ということになります。で下の方に数字が、載ってるんですけれども、1980年は約260兆というぐらいの数字でしたということですよね。で260兆ぐらいから経済成長をしていって、でそうですね、バブルが1991年に弾けてますので、まあ、そこが1991年が419兆円ということですよね。だからまあ260兆から、そこからですね、まあ、11年ぐらいで、まあ、150兆ぐらいですか、160兆円近く、成長したということになります。でそこから、伸びが鈍化していって、でね、ずっとこう、少しずつの、成長という形になっていっているわけですけれども、まあ、2012年からですねアベノミクスというのが始まって、そこからもう一回、伸びていってるという感じです。で、まあ、ピークはですね、まあ、実質ですね、これ名目じゃなくて、物価変動を、取り除いている実質になりますけれども、まあ、ピークは2019年の535兆円というのがピークで、まあ、2020年はもうコロナの影響が出始めたということで、マイナス 5% で507兆円というのが一番直近の、まあ、日本の、ね、物価変動を除いた実質 GDP という、規模ということになります。まあ、基本的にはその1991年のバブル崩壊まで、まあ、かなりこう高度経済、まあ、かなりの高成長していって、その後も比較的ですね、まあ、緩やかに成長し続けてきたと言っていいというふうに思います。で今度は経済成長率ですね、伸び率で見ていった場合に、まあ、物価変動の影響を除いた実質 GDP の伸び率ということですよね。まあ、前年に比べて何パーセント伸びてますかということです。はい、そうした時にこれはかなり古い1955年から、まあ、2015年までということで、まあ、60年というのを並べてあるものですけれども、まあ、昔は本当に高度経済成長というにふさわしいぐらいのね、12% 成長、1年で 12% 成長とかね、まあ、そういった年もあったということです。まあ、1955年ですね、ガット加盟、そこから所得倍増計画、池田隼人内閣ですね、もうね国民の給料をですね1人当たり倍にしますみたいな、っていう発表があって、そこから、まあ、1960年とかはもう1年で 12% 経済成長したということですよね。まあ、結果的にこの所得倍増計画っていうのは、まあ、実現したんですよね。本当に達成されたということになります。で、あとはかなりこう上下変動があるわけですけれども、まあ、1970年ぐらいもまた 12%、1年で 12% ぐらい成長して、そこからドルショックで1回ガクンと下がって、第一次石油危機でガクンと下がって、ここで初めてですね、まあ、マイナス成長という、前の年に比べて少し、GDP が下がったと。いうことですよね。まあ、だからもうこの第一次石油危機、1973年の、ね、第一次石油危機オイルショックっていうのが、まあ、高度経済成長の、まあ、実質終わりになったという感じですね。でそこからまたこう成長率っていうのが上げ下げして、まあ、2% から 6% ぐらいの間を、まあ、上げ下げしたわけですけれども、1991年バブル崩壊で、まあ、再びマイナス成長まで、落ち込んで、そこからはね、結局、プラス2と
プラス2、マイナス1ぐらいですね、まあ、プラス2、マイナス2ぐらいを上げ下げ上げ下げしている感じですね。で、2008年のリーマンショックで1回ガクンと落ち込んで、まあ、このグラフには載ってないですけれども、2020年にもう1回マイナス 5% という感じで下がったということになります。まあ、大きな流れで見ると、まあ、1955年から73年までのオイルショックまでが高度経済成長で、まあ、いい年に関しては、まあ、12% とか、1年で成長してた時代もあったということですよね。で、それがまあバブル崩壊で終わって、まあ、そこからはマイナス 2% から 2% の間をこうね、行ったり来たり行ったり来たりしながら、経済成長率は推移してきたという感じです。で、経済成長の条件は、まあ、教科書的な記述をそのまま、確認すると、まあ、まず資本がより多く投入されることということです。まあ、資本というのは生産を生み出す元ですよね。生産分配消費の一番最初の生産のを生み出す元、資本のことを、生産を生み出す元のことを資本と言ってますね。なので、まあ、人も本当は資本に入るはずなんですけれども、今回のこの教科書の場合は、まあ、資本と労働っていうのをこう、まあ、切り分けている感じです。なので、まあ、ここで、想定している資本っていうのは土地、建物、機械、設備などを中心とした、資本という意味で、考えられています。で、あとその資本の機械と、土地、機械、土地、建物、機械、設備プラス、まあ、より進んだ技術やアイデア、まあ、こういったものが、多く、今、まあ、例えば去年よりも多く投入されそうすると経済成長するっていう考え方ですね。で、もう一つは労働ですよね。人による労働がより多く投入されることということですよね。で、それで今までよりも多くの人で生産すれば経済成長しますよねと。そしてその労働の中で特に大きな貢献をするのはより高い技能のある労働者が入ると経済成長の幅が大きくなるという考え方ですね。はい。で、生産性の向上ということで、生産性はですね、生産性の低い部門から生産性の高い部門に資源が移動するということですよね。なので、日本の場合も昔は第一次産業、農業、林業、水産業っていうのが、産業の中心だったりしたわけですけど、それがやがて製造業、建設業という第二次産業中心に移り、今は第三次産業のサービスっていうのが一番大きな付加価値を作っているということですよね。で、これからは第四次っていうね、いわゆる情報産業が、より大きな、付加価値を作っていくであろうと。そしたら、今まで投入されていた、生産の源である、労働を含む資本っていうのが、その第三次産業、第四次産業っていう形で移っていくと、生産性は上がっていくという考え方ですね。はい。で、日本人の1人当たり実質 GDP ですね。これは日本の1人当たり GDP ということは実質これは生産性ということになります。で、生産性はどういうふうに変わってきたかということなんですけれども、さっき見たですね、やっぱ高度経済、ごめんなさい。ジャパンアズナンバーワンの1980年からバブル崩壊の91年ぐらいまでがぐーっと数字が上がっているということですね。そこからの伸びっていうのは緩やか鈍化してるんですけど、ただそれでもね、鈍化してるとはいえ基本的に1人当たりの生産性っていうのは向上してるっていうふうに見ていいグラフになってると思います。1980年の1人当たり GDP っていうのは実質ベースで223万円ですよね。1人平均の給料っていうのが223万円という数字で始まって、バブル崩壊の時の1991年が338万円ですね。338万円。で、そこから緩やかに伸びていって、例えば2018年とかだったら420万円まで上がっているということですよね。420万円ぐらいまで上がって、で、2020年はコロナの影響で下がって、一番直近で言えば403万円というのが1人当たり GDP、言い方を変えたら生産性とか豊かさの一つの指標になるということですね。はい。で、大きな経済成長の条件。もちろんね、さっき言った、その資本が、より多く投下されるとか、労働がより多く投下されるとか、そういったのでも経済成長はするっていうふうに考えられるわけですけど、大きく経済成長する条件っていうのは、教科書的にも、これは実際的にもそうですけども、革新、イノベーションであるということですよね。
今までとは画期的に何かね、大きく、まあ、例えば科学技術が変わったとか、もしくは商品、あとはもう画期的な商品、画期的なサービスが、ね、提供されるようになったということですよね。で、そういったことが起きると大きな経済成長につながりますということです。で、そのために、まあ、例えばね、政府企業ともに、まあ、研究開発を行ったり、まあ、技術者を育成する教育を行ったりしているということですね。はい、では今回のまとめです。1、GDP 国内総生産の拡大のことを経済成長と言っていますと。で、2ですね、生産性の低い部門から高い部門に資源が移ると生産性が高まると、考えられていますと。で、3番は革新イノベーションがあると大きく経済が成長するということですね。はい、で、以上が教科書的な説明になります。で、以降は白坂の個人的な考えということになります。で、もう改めて生産性ですね、豊かさっていうのを考えてみたいと思います。生産分配消費で、まあ、生産っていうところに注目を集めると生産性ですね。で、分配っていうことを考えると、まあ、それが豊かさということになるということです。で、経済における生産性っていうのは1人当たり GDP、 1人当たり国内総生産で、まあ、見るということですよね。まあ、そうすると付加価値額割る人口になるということですよね。分子が付加価値額、ね、その売上から経費を引いた、まあ、経費って言っても原価ですよね、製造原価、原価を引いた付加価値が分子、割る人口、ですね、それが1人当たり GDP ということになります。で、そうすると、まあ、より少ない人数 で分母は小さい方が生産性上がりますね。で、分子は、ね、大きい方が生産性が上がります。なので、より少ない人数でより大きな付加価値を作ると生産性が向上するということになります。で、まあ、人口っていうのは、まあ、日本の総人口っていうのは、まあ、減少し始めているわけですけど、まあ、とはいえその減少っていうのはすごくこうは、ねまあ、率でいくと、まあ、そんなにね毎年毎年、ものすごい勢いで減ってるっていうわけではなくて、まあ、1% とか 1.何% ずつ、まあ、1億2000万人の中の、ね、100万人弱ぐらいの方ですから、まあ、まあ 1% 弱ぐらいの方が、まあ、毎年亡くなって、まあ、減ってるっていう感じになりますけれども、まあ一番やっぱりこう生産性に直結しているのは分子の付加価値額ということになりますね。だからいかに生産性を高めるかって言ったら、1人当たりの付加価値を大きくするかっていうことが一番焦点を当てるべきポイントということになります。で、より大きな付加価値を作ろうとするのが革新イノベーションというのは、教科書に書いてあった通りですね。で、革新イノベーションって聞くと衝撃的な科学技術によるものっていうのをイメージしがちと、それが最もインパクトが大きいんですよね。一番こうね、なんか今までなかった、例えば電気だとか、例えば電気がなかった時代に電気が出てきたとかね、まあ、そのインターネットがなかった時にインターネットが出てきたとかね、まあ、これから将来でいけば、例えば人工知能、 AI 人工知能がなかった時に AI 人工知能が出てきたとか、もしくはそのね、ブロックチェーンっていうね、技術がなかった時にブロックチェーンが出てきたみたいな、そういうこう科学技術によるものっていうのが最もなんかね、衝撃的インパクトが大きいんですよね。だから、まあ、普通革新イノベーションって聞くと、ね、電気の時代が来たとか、インターネットの時代が来たとか、 5G の時代が来たとかね、もしくは電気自動車の時代が来たとか、ね、人工知能の時代が来たとか、ブロックチェーンの時代が来たみたいな、そういったのを、まあ、イメージしがちなんですね。で、確かにこの革新イノベーションで最も大きなインパクトがあるのは、まあ、実際は科学技術によるものです。科学技術による革新イノベーションは最もハイリスクハイリターンですと、ね、一番大きな、まあ、社会的なインパクトがあるんですけれども、実はそのね、成功確率はもう奇跡的に小さいということですね。ものすごく多くの人たちが挑戦してもうね、結果的にもう1社とかねっていう感じでね、すごくこう確率の低いハイリスクハイリターン型の革新イノベーションなんですよね。なので、もうインパクトが一番大きいんですよね。で、それに成功した場合っていうのは最も大きく、まあ、成功もするし、実際社会の変革にも貢献するのは事実ですけれども、ただハイリスクハイリターンでもうその実際成功するっていうのはほぼ奇跡的な確率という感じです。
だから、まあ、日本から科学技術による革新イノベーションというのは過去の歴史において基本的に生まれたことはないんですね。例えば中国で生まれたものを日本が取り入れたとか、ね、イギリス、フランスで生まれたものを日本が取り入れたとか、アメリ、まあまあ、過去20世紀でいけば、まあ、アメリカで生まれたものを日本が取り入れたと。でどっかの国で生まれた、ね、新しい技術っていうのを日本が取り入れて、それをより磨いて改善してきたっていうのはあるんですけど、何か日本初で生み出したっていうね、そういう科学技術による革新イノベーションっていうのは、まあ、実際日本は過去の歴史においてはないっていうことですよね。日本はその科学技術においての新しい画期的な何かを生み出したっていう、そういう国ではないということです。で、日本において過去に生まれた革新イノベーションっていうのは科学技術以外によるものなんですね。科学技術によるものっていうのはどっか他国が、ね、例えば世界で初めての産業革命だったらイギリスとか、ね、もしくはインターネットだったらアメリカとか、まあ、そういうふうにこう科学技術っていうのは他国で、ね、生まれたものをまあ日本が導入して、それでまあ改善でまあ商品サービスを磨いたっていうところですけれども、日本において過去に生まれた革新イノベーションっていうのは科学技術以外によるものっていうことですよね。で、今までより顧客にとってより便利な商品やサービスですね。だから科学技術で、全く今までなかった科学技術で新しい何かを生み出したっていうよりは、すでにあった商品、すでにあったサービスをより顧客の役に立つ、より顧客にとって便利、より顧客にとって楽しいっていうもので、まあね、作ってきた。で、そういう、こう、極めて現実的で、ローリスク、ローリターンのものが、まあ、実際は行われてきているということですよね。だからそこはちょっとこう頭の中にあるイメージと現実っていうのはだいぶ違うという感じですよね。もう普通革新イノベーションって聞いたらね、なんかものすごいこう画期的な、なんか世界を変える、社会を変える、そういう科学技術によるね、革新っていうのをこうイメージするんですけど、実際それは本当にハイリスクハイリターンで、まあ、実際成功確率で言えばほぼ奇跡的な確率に近いということです。まあ、しかも日本では、ね、それは実例として過去の歴史としてはないということですよね。だから、まあ、実際日本で成功している企業っていうのは、もっと現実的な、ね、これ今までありそうでなかったよねっていう、そういう新商品、新サービス。だから今まであったんだけど、それをさらに顧客にとってより便利、より快適、ね、より効率のいい、もしくはより楽しい、そういう商品、サービスっていうもので、まあ、実際にこう、ね、顧客を新しく新規創造 してきているということですよね。まあ、そこで、まあ、革新イノベーションっていうのも、そのリスクとリターンで考えたときに結構段階があって、普通イメージするのは最もハイリスクな、ね、科学技術による革新イノベーションというのをイメージするんですけど、日本の中で実際日本を経済成長させてきた革新イノベーションというのはもっと現実的なものであったというのをちょっとこう追伸という形でつけたいと思います。以上です。最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。